マインツさんの全員からとんでもない賞賛。DFB ポカール1回戦で新天地デビューを果たしたミッドフィルダー佐野海舟が地元紙アルゲマイネサイプングで最高タイの評価を得ている。今月1日に合流したばかりの佐野は先発出場し、120分間フル出場。試合後に一方ヘンリクセン監督はその疲れ知らずの姿を、とんでもないマシーンだ。今日の彼は信じられないほどだったと表現。また、この試合でキャプテンマークを巻いたブルックハルトも新チームメイトが60から70分の交代を予想していたことを明かしつつ、ありえないと思ったよ。彼はどんどん速くなり、さらにたくさん走ったんだと驚きを示しながら喜んでいた。アルゲマイネサイプングは、佐野のパフォーマンスを同点ゴールを挙げたコアと並ぶチーム最高タイの 1.5 として称賛。競技以外の報道が話題の日本人選手だが、公式戦デビューではインテンシブな120分間プレイできることだけで驚きを呼んだわけではない。レアンドロ・バレイロの後釜は走力やアグレッシブな前方への守り、ボール扱いの上手さで輝いたと寸評している。監督、キャプテン、現地メディアどの視点でも、佐野は優秀だったってことか。かなりハイレベルでした。相手が3部だったので、ちょうどいい肩ならしになったでしょう。このレベルをリーグ戦でも見せてほしい。めちゃくちゃ上手かった。遠藤と旗手を合わせたようなプレイ。佐野海舟はビッグクラブ行ける。それほどにポテンシャルは凄まじい。遠藤の後継者だね。最高だな。日本にいたらサッカーどころではなかっただろうな。今後の成長に大期待。佐野応援してる。遠藤の後継者として必要。スポンサーは人選に口出しするのやめてほしい。伊藤と共に代表復帰させろ。まあ、サッカーやれることに感謝し頑張ってもらいたいねん。頑張れ、回収。とんでもないマシンだ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。